そこで起点を作ったりためを作ったりというところで、まあ、金子選手とか、ね、小山津選手とか。札幌ボールで始まりました。 J から高峰、長いボールを金子拓郎です。先頭も低い位置を取ってビルドアップに参加します。小山津からのパス奪った。金子から小柏シュート、パクイリギです。高い、その中今ボールを蹴りましたが、小柏小前の今日ツーシャドウ、菅田駅福森も追い越す。切り返した、中を行く、ミドルを打った、パクイリギしっかりと。ただ展開的にはほぼ五分五分です。 J ワンタッチでいいパスが出た。小柏チャンス、1対1浮かせました。ゴールの左、頭を抱える小柏。ちょっとどうしようかっていう迷いがある、札幌の場合はね、 J 選手入った後の連動っていう意味ではできてるのかなという印象ですかね。はい、それにしてもこの深いから小柏は決定機でしたね。決定機でしたね。これちょっとまあ当てすぎたっていう感じですかね。まあ本人的にはあ、パスがずれました。前半終了のホイッスルです。持ち味のビルドアップ、両チームとポロトス。後半のキックオフです。左エンドトス、右のエンドホームの札幌です。長いボール、宮澤が跳ね返します。このこぼれ球、宮澤、小前、ドリブル、左に小柏、自ら行く、行った、シュート2、ゴールの左。今日は得点にこだわりたいと話していた小前。そうですね、ここまたね、金子選手が上がったことによってできた中のスペースをね、こう使いながらだったんですけども、丁寧に打った。トスも狙いますが、札幌つないだ。金子拓郎、勝負、グランダーシュート打つ、菅決めた、札幌が先制。シュートの抑えた感じも良かったですし、金子選手のこのマイナスの折り返しから声聞こえましたからね、今ね、菅選手が、ま、そして深井選手が笛を吹きまして、オフサイドと、今口元でも確認いただけたと思いますが、オフサイドという判定、ゴールは取り消されます。田中俊太のマイナスでした。この田中俊太のワンタッチ、オフサイドですね、オフサイドです。ルーカスこぼれた、取り返す、シュートまでいけない、まだある、田中俊太シュート、ブロック、小柏、金子、パクイリギの手が伸びました。今アディショナルタイム6分台へ、あと何プレーあるでしょうか。林キープ、札幌クリア。ここで試合終了のホイッスルです。